調布市41歳朝からもちろっこさんからです、はい。私は川口出身ですが、うん、小学生の時出欠を取る時に先生が出席番号の初めの人の名前を呼び、出席番号1番の子がはい元気です と、言い、2番の子あはい元気ですの次に2番目の子を呼び、2番目の子が3番目の子を呼ぶっていうに出欠を取ってました。これって埼玉だけですか？いや、埼玉だけじゃなくてそのクラスだけとかその学校だけじゃないかな。はい、はい、元気ですは言ったことある。はい元気ですは言ってました。私も小学校の時なんか言ったことあるわと思って。はい元気です。はい元気です。なんかね、俺も言った記憶はある。全員言うんですか？言います。全員じゃない。だから風邪気味の子とか、はいちょっと風邪気味ですとか言ってました。あ、細い報告ってことですか？もうこともあるんじゃない、先生が知るっていう。あとは高学年になってくるとちょっと大喜利感覚になってくるから。え、高校ではしたんですか？高学年だよ。あ、ごめん。高校で、はい、元気ですなんて言わねえわ。高学年ね、小学校の。うちの高校どんなバカ学校だと思ってる。そう、高学年になると、ちょっと大喜利感覚で、そこをちょっとひねってきたりとかね。そうそう。もうこの話はしないです。次のメール読んでください。すいません。入間市29歳。入間市29歳、面白かった、そんなに。私、一回積もっちゃってやばい、ちょっと待ってください。入間市。代わりに呼ぼうか、メール。違います。涙出てくる。ね、思い出したのかな、あの花を思い出したのかな、涙出てくるってことだね。イエス・ソル太郎さんからです。はい、朝の出席確認で、おなじみの、はい、元気です。千葉でもあるらしいです。あ、千葉でもあるんだ。千葉でもあるらしいです。あ、じゃあ、まあ関係ないんだね。な、小学校の時にその言う学校言わない学校があるみたいな、はい、俺もでも全学年で行ってた記憶はないもんな。え、本当ですか？私全学年で行ってました。なんか行ったことあるけど。先生の方針ってことですか？じゃないと学年主任とか。そう高学年になってどうなんですか？高学年だともうそんな話はしない。何にもしない。もう涙出てきちゃうから。はい、続きまして、